はい、今日はどんな質問でしょうか。はい、今日は、勉強会で、モチベーションの話がたくさん出てきたんですけど、一度、家のことがあったりお仕事のことが、いろんなことがあって勉強から離れてしまって、でその後またこう以前のように勉強していた状態にどうしても戻れないっていう話があって、それは今のは2つのことがあって、1つは自転車漕ぎ始めが大変なの。で、スピード乗ってしまうとあと楽なの、だから中断すると次は大変です。でもそれは分かってここまで漕ぎつけるとあとはスーッと行くので、まあそんなもんです。はい、それは多分勉強だけじゃなくてどんなことでも仕事でもね、だから最初は力いるけれども早く乗せてしまうことです。で乗せてしまったらあとはモチベーションなんていうのはもうこんなんだから誰でも、だからモチベーションに頼らない、モチベーションじゃなくて習慣化、乗ってる時にもう習慣化しちゃって歯磨きする時にモチベーションがいらない、洗濯もモチベーションは関係ない、だから自分の日課として朝起きたらこれをする、歯磨きしながらこれを覚える、カバンの中にはこれを必ず入れる、電車に乗ったらパッと広げるという日課ルーティーン、そうするととっても楽。そのモチベーション、私の目標はとかその計画もそんなんじゃなくてもう当たり前のこととしてやると、知らないうちにグッと力がついてる。はい、じゃあその例えば今日はもう 何にもしたくないなって思っても、とりあえず本を開くとか、そういうのがいいんですかね。そう、なんだっけ、ダイエットの話は僕もちょっと説得力ないんだけども、動いてると動き始める、だから嫌でもまずは外に出て歩き始めるとリズムに乗ってくる、それはありますよね。そうですね、私自身も韓国語の本を読むのを最初は読むのが目標だったんですけど、どうしても進めなくって、すごく負担に感じてやめて挫折したことが何回もあるんですけど、1日1行でいいから読むっていうふうに決めてからは、1行読めばそれでいいんで、すごく楽になって、それで続くようになったっていうのはありますね。いいお話。脳玉ね、脳を騙す、そう、脳っていうのはこう体が動いてると心も動き出すので、まずは何かをやること、それがもう習慣化。まずはミレマガを読むとか、何かはっきりしたことがあるとすごくやりやすいと思います。じゃあモチベーションに頼らずに、そう、そう、習慣を作る。そうです、だからこう乗ってる時に早く習慣化してしまうとあとはそれがどんどん続くと思います。はい、意思より習慣化、これが大事。ありがとうございました。はい。